久々です。6日ぶりくらい。6日ぶりくらいです。お話し会受付してるって。みんなぜひお話し会来てください。また画像作ってくれたら嬉しいな。4月30日分。ってことは今日の6時までってことか。4月30日分は。なんかツイートしようかなと思って、みんなのツイート見てた。何のツイートしようかな。
昨日更新してないから、何の写真載せようかな。春っぽいツイート、あるかな。見つけてます。この間の衣装の写真にしようかな。救急車鳴ってる。救急車、消防車、これ。てかさ、昨日地震あったよね。お風呂入ってたんだ、やか。お風呂入ってて、なんかたまになんかすごいでっかいトラックとか通った時にちょっと揺れたりするから、うちそれかなと思ったら、なんかなんかめまいみたいと思って、友達から地震って言って LINE が来て、それで気づいて、でその 2,3 分後にもまたあったよね。びっくりした。焦るよね。お風呂の時の地震ってさ、どうすればいいんだよね。ね、結構揺れたよね。でも震度 2,3?と気持ち悪くなるような揺れだったね、今回。そしてなんとチーム B、 次新チーム B なんですけど、チーム B の公演、なんと
アイドルの夜明け公演になりました。初日は4月29日、私の誕生日、誕生日じゃないけど誕生日みたい。29 7月29、その3ヶ月後には24歳。覚えやすいです。4月の29日初日です。アイドルの夜明け公演大好きなので楽しみです。よかった。レッスンも始まってるので今日もレッスンです。この後頑張る。楽しみ。4月29日は開けといてください。何公演するの。なんかかわいいイースターの卵ちゃんがギフトで、ありがとう。お知らせ、なんか今イベントやってんの？すごいギフトがいっぱい飛んで。チーム B 公演、みんなは何と予想してたんだろう。チーム B、 チーム B、 あ、パジャマ、パジャドラ、あ、確かにパジャドラ最近やってなかったか。でもアイドルの夜明け公演は私が AKB に入る前にチーム4がやってて、その時三重師さん、まこさんとかみきさんとかななさん
がやってて見てたので、すごいなんかあの衣装とか全体的に私も好きだったから、今回できてすごいなんか嬉しい。なんかファンレベル1に上がった。1だけ？もっと上がってほしい。ユニットも楽しみにしててください。ね、今日いい天気。昨日めっちゃ雨降ってて、すごいレッスンだったけど歩くのが嫌だった。29日お仕事なんだよな。休んで休んで。29日バイトを休みにしてたので絶対行きます。嬉しい、待ってます。29日当たるといいな。嬉しい、いっぱいファンの人が。29日初日だからいっぱいいろんなメンバーのファン来ると思うけど、私のうちわが見えたら嬉しいなって思うので来てください、お願いします。後で何か載せます。もうインスタ載せる写真がないんだよ。どうか
手早くしゃべが出そう。くしゃべじゃなくて悪目が出そうだ。すごいすっぴんだからなんか。顔が。ご無沙汰って何？てかこの間のコンサートで、ファンの方が結構アリーナ席にいて、うちわが見えて、え、すごいと思った。すごいと思った。え、この前当ててくれたんだと思って。あとはこっちのサイドのスタンド席にもいて、結構ステージが横に広かったからあっちとこっちまで行ったんだけど、ファンの女の子見つけて嬉しかった。やっぱうちわが見ると嬉しいですね。この間、2階席からでもよく見えました。あやちゃん見つけたよ。あ、そうそう、さよなら毛利さんのコンサート、最前で左で撮ってましたわ。嬉しい。さよなら毛利さんの時に撮った写真を載せようかな。なんかハーフアップみたいな髪型したんだよね。この写真、
劇場に手紙出したら、あ、劇場出た時に受け取れるよ。なんでのせようかな。明日クラス会あって、クラス会とかめっちゃ懐かしい、楽しみだね。大丈夫だよ、絶対仲良くなれる。クラス会ってなんだかんだ言って楽しみだよね。不安だけど。何乗せようかな。なんて乗せようかな。4月もよろしくは1000いいね超えてた。え、そうなの？嬉しい。やばい、ひなりとまやかで検索したらもう私のスクショ載せてる人がいる。やだ、こんなブスなすっぴん載せないね。載せないね。
載せた。この衣装春っぽい、そのまんま。すいました。お話し会の告知もするよ。お話し会の待ってね。え、今回がお話し会最後ってこと？申し込みが。あ、4月30は今回が最終受付ってことか。なんだっけ、お話し会はやはり枚数積んだ方がいいのかな。ってことはみんなといっぱい話せるってことでしょ。そうだね、そうだね。4月11日まで。あ、まだだった。まだあと1週間くらい。9日、あ、そうだ、何、9日もあと6789、あと4日、いっぱい話すことあるね、みんなと。9日、楽しみ。ということで、これからチーム B 公演のアイドルの夜明け公演のレッスンに行ってきます。
ちょっとだったし、すっぴんだったけど、なんかいろいろツイートとかしてて遅くなっちゃって、下向いててごめんね。ぜひ楽しみにしててください。じゃあ読みます。1位しらすさん、2位あやぽあやかさん、3位かもちゃん、4位ピアノマンさん、5位ナハハンさん、6位ピータさん、7位もう少しねさん、8位セイタカくん、9位KOGD さん、10位かっちゃん、11位ピンクカメオさん、12位夏世界一パンかわいいさん、13位ラブイチゴちゃんです。ありがとうみんな。では頑張ってきます。じゃあみんなありがとうございました。バイバーイ。